はい、本日2回目のヒデヒの言いたい放題のコーナーでございます。皆さん、令和元年12月も5日だよ。早いね。さて、僕は本来の本当の自分をさらけ出しちゃって、はい、さなぎから蝶になっちゃったよ。まあ本当に今までちょっとね、チンコの皮をかぶったか、チンコの皮をかぶったアンジェラじゃないっていうの、そんな男ですいませんでした。本当に皮かぶってました今まで、お恥ずかしながらね。まあこの中では真実、ずっと自分のままでしたよ。一回も変わってない。でやっぱり、ね、社員としてのスタイルがあるから、はい、それちょっと勘違いしてお友達とかみんなね、ヒデさんちょっとって言われた、すいません、みんなを騙したよね、本当にごめんなさい。はい、で発達障害、僕発達障害なんですよ。本当にお金全然、これは本当です、お金全く発達障害です。だからってお金のこと全く分かんねえわけではないんですよ。ただちょうだいちょうだいってやってないだけです。ただ生きるのに必要なのは必要です。はい、だからお金もらえないって辛いっすよ。それはやっぱり辛い辛い辛い、やっぱり大事、それはお金はね。だからやっぱりね、何が大切か、お金だけじゃないし、でもお金も大事だっていうこと、これはご理解ください。私お金で生きてんけど、お金も大事だよ。はい、でとにかくね、人っていうのはかっこよく生きればいいと思う。どういうふうに、どういうふうな行動すればかっこよく映るかとか、どういうふうな行動すればかっこよくなれるかっていうことを常に僕は考えちゃってるからね。那須川天心とこに明日からまた通うぜ。ああ、今日俺に喧嘩来た野郎いたないけど、うるせえんだよって。だから、その通りって言ったら、そのとおりって、またうるせえって言ったら、そのとおり、うるせえよ、野郎ってことは、かかってこい、俺、いつでもほらっつってやった。いつでもやってやっから。